Thank you.
はい、というわけで皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。今回は最後のチーム、設計チームのコア抑制やっていきます。というわけで検体と細胞、クリフォト暴走レベル6達成とエネルギーの生成が条件みたいですが、なんか急に簡単になりすぎじゃない？レベル6って運がいければ夕暮れも来ないレベルでしょ。あ、そういうことね。上層のコア抑制みたいなことをもう一回やれってことか。一応言っておくけどエソド状態になったらバッサリ飛ばすからね。で、特にステータスにデバフがかかっている感じではない。エソド状態にもなってないし回復もしてるね。となると最初はマルクト戦みたいな感じになるのか。マルクト戦の動画のコメントで知ったんですが、あれ作業ランダムじゃなくて規則性があるみたいだね。ちなみにキュートちゃんっていうシナブのオナリジも来ましたが、本能以外の作業すると脱走するってやつですね。事務員にも勝てないクソザコアブのオナリジだから紹介する必要はナッシング。うっわ、出たエソド状態。情報とか文字だけがエソド状態になってる感じか。まあエソド状態は好きじゃないのでバッサリカット。
わけで48日目、公開と食材、クリフォト暴走獣達成か赤い霧を鎮圧することでクリア可能。っていうかこれダメージ増加が赤い霧の攻撃属性と被ったらとんでもないことになるんじゃ。って思ったけど赤い霧が来ると同時にダメージ増加消えましたね。優しい。多分もう一回クリフォト暴走を起こすとダメージ増加来るんじゃないかな。というわけで1段階目突破、まあさすがにここは余裕ですね。これで第2段階も突破。他の職員は横の直線上に立たないようにしてあります。おお、痛い痛い。0.390 ダメージだもんな。300ぐらいダメージあるのかね。で、次はエヴァオとジェスティティア。前回は毒薬キシクラフエンボールで無双できたけど今回は違うからね。慎重に行きたかったけど無理だった。やっぱり攻めてなんぼでしょこんなの。あ、でも攻撃はちゃんと避けるよ。今回の最強の職員の応援なら耐えれるんだけどね。相変わらずジェスティティアで反対無くっては治ってないようで。まあその隙にどんどんダメージ出せるからいいんだけどね。あ、エヴァオの攻撃はあかん。一回失楽園ボールの時に余裕だったからいけるでしょとか思って応援だし無寸前まで行ったからね。デカバリア使わなかったら死んでた説ある。黒耐性 0.3 で死無寸前ですよ。やっぱ赤い霧って強いんですね。とりあえず遠距離攻撃する職員には逃げてもらいます。次の形態は一回失敗しましたからね。というわけで無駄なダメージを食らう前に撤退。食らったわ。さて、問題はここから。とりあえずこの形態は放置すると多分一人は確実にぶっ殺されるので即応援に攻撃してもらいます。ちなみに左上のはこの前の挑戦ですね。最終形態放置したらとんでもないことになっちゃったからね。多分攻撃するとテレポートの方を使ってくるんですが、放置するとあれ、赤ずきんの傭兵みたいなマークが出てきて追いかけてくるやつ、あれ使ってくるんですよ。たまたまかもしれないけど、ま、そういうわけですぐに鎮圧に向かってください応援さん。
って、予想だとテレポートの方をこれ鎮圧に向かうの関係あるのかな。なんかもう運に思えてきたぞ。とりあえずテレポート先を見たら速攻で迎えに行ってもらいます。これ最初から最後のテレポート先が見えないのが辛いよな。おっと、出てきましたね。教育チームですか。とりあえず向かうにしてもその間に攻撃食らって死んだら元も子もないので安全に向かいますよ。攻撃範囲に職員はいないね。シールド貼っても耐えきれるかわからないが、さて、あとは事故が起きないように祈るだけ。よし、間に合った。さすが移動速度136プラス23の159。ダントツに速いぜ。あれ、最終形態ってこんなに脆かったっけ。超火力の代わりに防御力を捨てた感じなのかな。やべ、もう一回テレポートか。一応他の職員たちは狙われた時のためにシェルター前に待機してもらってるが。そして次は記憶チーム。どうだ、倒せたわ。死者は霊、素晴らしい。
というわけで49日目、治療と救済。クリア条件はクリフォト暴走レベル10達成、もしくは調律者の鎮圧。パターン的に仮想のコア抑制ってことは時間停止は使えないなこれ。で、調律者は赤い霧と同じように途中から来ると考えて、攻略方法は2つあるわけだが、調律者を無視してその上深夜も無視して突破できるのか、そう考えると時間停止は使えないが調律者の鎮圧をした方が現実的かも。というわけで調律者、カモン。さて、まずはウサギチームを出して作業を行うよ。あ、ちょっと待って、そこはあかん。あもう、でもウサギチームを出さないとやりたい放題されました。あもう応援しか生き残ってないよ。これ数人の犠牲を出して作業を行うか断じてクリアするかだな。ちょっと辛すぎませんかね。ぶっちゃけホクマーのコア抑制もビナーのコア抑制もなかなかの被害を出して攻略してるからね。それが2体同時とかこれクリアさせる気あるのか。とりあえずどんなのかは分かったからやり直してから次頑張るか。こいつがアブノーマリでの攻撃を食らうならもう青星とか出すんだけどね。まあ今現在脱走してるんですが、しか解ける相手規制済みには負けるっちゃに何もないと圧勝するんですよね。さすが赤面歴。いやー、みんな脱走するとアリエスがすばしい気分になるよね。あー、みんな死んじゃったもんでめっちゃ作業ペナルティがあれ。何が起きた？さすがにあの状況からビナーを倒すのは不可能だし、もしかして全滅したから何か起きるのか。あ、50日目ではないんだ。やっぱり倒されたんだな。まさかのバッドエンド。これ49日目が終わったらストーリー自体は終わるのかね。もしこれで終わるのなら大量に死人を出しても攻略しようと思うんだが、もし50日目も管理があるならできるだけ被害を少なくしないと。というわけで今回はゴールデンウィークということでちょっと頑張って長めに実況してみました。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。役屋の武器ね、コメントを見たところ黄昏よりも優秀そうじゃん。ちょうどいいかもな。